あれか。あれさえあれば。 ドラゴン? まさか、ここはドラゴンの巣なのか? 師匠の話や伝承では聞いていたが、凄まじい威圧感だ。 私がこんな大物を相手にする日が来るとはな。 そういえば、話したか? クリフランド地方のドラゴン狩りの話。 4回は聞いた。 その度に長くなっていく。 そうだったか? 話すたびに具体的に思い出すんだな。 私以外は多分信じない。 師匠の狩りの獲物は大物が多すぎる。 そうは言ってもな。 本当に買ったからな。 いきなり何? そんなに嫌か? 嫌ではないけど。まさかお前抱えられるのが恥ずかしい。バカ。まああれだ。覚えておけ、ハナイット。カレウドってのは いろいろな獲物と戦う。中には信じられないようなやつもいる。誰にも信じてもらえないような狩りでも自分だけは覚えておけ。ホラ話だって鼻で笑われたっていい。それにな、ハイット。なんだ、師匠。いつかお前も俺に聞かせてくれよ。 ほら話みたいなすごい狩りのこと。他の誰が信じなくたって俺だけは信じてやるからさ。ふん、たっぷりと嫌になるくらい聞かせてやるから。覚悟はもう決めている。来い。 よっしゃ。よろしくね。行くわよ。かかってこい。 行くわよ、狂乱よ、巻き起こい。かかってこい。 狙い撃つ。こっちへ来い。よっしゃ。こいつは効くぜ。私の出番だな。かかってこい。
よっ上がってきた。よっしゃーで、ライフスティールだが、クジャクの舞、かかってこい。踊ろうかしら。種子の前、私の全力だ。癒しの奇跡を与えたまえ。かかってこい。よっしゃ、癒しの奇跡を与えたまえ。踊ろうかしら。狙い撃つ。さあどうする。踊ろうかしら。狂乱よ巻き起こる。上がってきな。こいつは行くぜ。さあ覚悟がいい。敵が食う、アルファイン。行くわね。上がってきな。えい、いくよ。お手柔らかにね。出番。狂乱よ巻き起こる。よっしゃ、よっ、はい、私の出番だな。踊ろうかしら。狂乱よ巻き起こる。行くぞ。ドレファンドよ。さあどうする。やっ、上がってきな。おや、
私の敵行くぞ。出番。よしかかってこい。癒しの奇跡を与えたまえ。踊ろうかしら。覚悟がいい。はっ踊ろうかしら。ざっとこんなもんよ。やったか。ほう。大丈夫だ。ヘンルーダは手に入ったか。待っていてくれたのか。スサンナさんは案内を命じただけだぞ。待っていたのは俺の判断だ。悪いか。悪くはない。お前の勝手だ。先に戻る。帰りは問題ないだろう。心配してくれてありがとう。その変なやつだ。頼む。それで？え？
それがいい。ありがとう。おやおや。そうだな。ハンイット様ですね。そうだが、聖火騎士か。エリザ様からコトツケを託されました。赤目の居場所を伝えよう。そうか、エリザが見つけ出してくれたか。はい、砂漠の町マルサリン、そこに赤目がいるとのことです。確かに受けたまわった。礼を言う。はっ。では私はこれにて。もう行くのかい？ああ、とても世話になった。いいんだよ、あんたと私の仲さ。孫みたいなもんだって言ったろ。孫のための苦労なんざ苦労じゃないよ。ありがとう。スサンナさんのことよろしく頼む。頼まれるまでもない。それが俺の役目だ。そう。ハンイット、あんたあれだね、もうちょっと自分を自覚しないと。若い頃の私ほどじゃないにしても、あんたは別品なんだから。ん？ああ、わかったわかった、気をつけて行っておいで。おう。あ、すべてが終わったらまた来る。師匠も連れてな。